はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらティーダですね、 C11T だっていう車になります。でこちらのね CVT フルードの交換の方をねやりますね。で今回ねお客さん北九州の方から来ていただきありがとうございます。でね、もう車が来た瞬間にまず思ったのが、あの入ってくる時にねミャー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 、まあミミミミかわかんないですけど、なんかもう音してるんですよ。で預かって、じゃあちょっとリフト入れようかなと思って動かす時はね、今度音してないんですよね。なんだこれはみたいな。でとりあえず、まあ、オーナーさんと話してね、まあ、フルード交換をして直るかは分かんないですけど、まずは開けた時に、まあ、異物があるかどうかっていうところからスタートしようっていうところ。でそれで何かしらそういうのがあればもうそこでね、あの終わるみたいな感じになるかもしれないし、まあ、一回電話して、まあ、そのまま交換を続行するのかとかね。で何事もなければ、開けて何もなければね、まあ、とりあえず普通通りフルード交換をして、最後にあのスペシャルなね感じのいいフルードを入れようかっていう感じのね話をしています。とりあえずはね、まあ、どうなるか、まずは開けてみてどうなるかっていうところですね。では動画のご視聴の方をお願いします。それではね作業の方やっていきます。まず下回り外していきますね。でこちらね走行距離なんですけど、まあ、12万5000キロぐらい、まあ約13万キロですね。でまあ車の音がするっていうところです。まあね一番いいのはですけど、皆さんあのフルード交換をするときに調子が悪くなってからするとね、それが治ることもありますけど治らないこともあります。まあ、今回の車に関して言うと、じゃあ本当に CVT が悪いのかって言われるとちょっとわかんない部分ではあるんですけどね、実際。ただね、まあじゃあフルード交換とかにしてもね、あのまあ定期的にやるっていうのは大事です。でこれね抜いた感じで言うと、もう見てもらうと分かりますけど、サンプル瓶もね少し透けてるし、今抜けてきてるやつもまだ透けがあるっていう感じですんで、まあ、交換はね、まあ、どこかでしてるんじゃないかなと思います。あの最後にねフルードの劣化指数をリセットするっていうのもあるんですけど、数字が少なかったんですよね。だからまあどこかでリセットして交換もしてるんじゃないかなとは思いますね。でオイルパンの方ですね、こちらの方もまあにじみはあるんで、おそらくですけど交換はしてるけど開けてはないと思われますね。この部分からだけの考察でいくとですね。だからまあストレーナーとかフィルターとかっていうのはね変えてみてもいいのかなと思います。でまあこれね実際開けてみた時にね、あのまあ部品の破片とかが入ってたらもうここで終わろうかって思ってたんですよね。過去にそういう車もありました。でまあ実際こんな風にやってみてね、まあ鉄粉は結構ついてるなっていうのは分かりますよね。でこのストレーナーとかはたまに外したらねバラバラバラって出てきたりとか、フィルターを外したらバラバラバラって出てくればもうそこで終了かなとは思ってたんですけど、まあ出てこなかったんで、まあ作業は続行するっていう流れです。でこのストレーナーがね一応部品番号が一応出ないからね、物としては取れないんですけど、一応取るルートはあるんでね、新品は用意してます。でこんな感じでね、鉄粉がついてます。だから結構ね、サムさんとかあの非売品のストレーナーとかは、あの、なんていうんですかね、在庫で持ってたりとかはしますね。ね、鉄粉はかなりの量がついてるんで、やっぱ交換はしてても開けてはないんだなっていうのはね、よく伺えるんじゃないかなと思います。で、これでね、本体の清掃。で、あとフィルターが別でついてます。で、結構ね、車にもよりますけど、やっぱりフィルターが別でついてる車ってあるんですよね。で、ただね、じゃあフィルターを外すときに、こういう風に簡単に外れるとこもあれば、そうでない車もあると。まあ、そういうときっていうのはね、じゃあ別途費用をいただければ、またさらにね、開けますよっていうとこもやるんですけど、まあさすがにね、あのミッション自体をバラバラにするっていうのはさすがにしないですけどね。だからまあ、バルブボディを下ろしたりとかね、そういうのとかも車によってはあったりもするんで、そういう場合はね、まあ別料金ね、またもらえるんだったらするし、もうそこまではっていうんだったらしないしっていうのもありますけどね。まあできるだけね、やっぱり簡単に取り外しができるに越したことはないんですけどね。だから、古めの車の方がね、どうなんでしょうね。全部バラすっていうイメージ的にはあるかなっていう感じですね。最近の車はね、もうむしろこういう中じゃなくて、外につけてくれてるっていう印象ですね。で、こちらの方を装着していきます。あと最近車で多くなってき出してるのかわかんないんですけど、あの側面オイルパン系が増えてきたっすね。それちょっとめんどくさいですよね。だから側面のオイルパンを開けたらストレーナーがあるかって言うとないんですよね。で、ストレーナー自体の設定はあるけど、ミッション割らないといけないみたいな感じなんで、ってなるとまあしないですよね。そこまでやっちゃうとですね。だからまあ普通にフルード交換だけをするみたいな感じの流れにはなるんですけどね。で、こういった感じでね、あの、結構あの、ボルト数がついてて、これ長さはね、1本以外は全部一緒だったんで、そうでもないですけど、バラバラの場合は、まあ、もう1個のね、ストレーナーの方に、あの、ボルト刺していくといいかもしれないです。で、こちらですね、鉄粉がなかなかいい感じでついてますね。まあ、こちらの方もね、綺麗にしていきます。
やっぱりね、こうフルード交換をするんであれば、まあ開けれるんであればね、できるだけ開けた方がいいのかなっていう印象はあるんですけどね。ただね、じゃあ側面オイルパン系の場合はどうするかですよね。まあストレーナーは取れないけど、じゃあとりあえず開けて、まあマグネットはついてると思うんで、マグネット清掃とかね、あとまあオイルパン清掃だけをするかとか、まあ、けどどうせ開けるんならストレーナーが変えれるんならっていうところですけど、変えれないならわざわざ開けないかっていう選択肢になってくるんで、ねえ、まあ実際ね、その辺を開けたらどうなってるのかっていうのはね、気になるとこではありますけどね。で、こちらのね、オイルパンの方も綺麗にして、で、最後マグネットもね、綺麗にして取り付けて完了です。で、ちょっとこれね、最後マグネット掃除してるところで電話がかかってきてね、最後終わりましたっていうのを見せるのを撮ってなかったっていうね、この辺で電話がかかってきて、一旦カメラ止めてて、そのまま組んじゃったみたいな感じですね。ですんで、最後ね、いつもだったら綺麗になってますよ、みたいなとこがないみたいな感じです。で、圧縮交換ジグですね、こちらの方の取り付けの方をしていきますね。で、まあ、あとはね、これで実際やってみて、まあ、出てくる鉄粉の量であったりとか、まあ、汚れ具合であったりとか、まあ、その辺を見ていって、どう判別するか。まあ、車的にはね、やっぱりちょっともう古めの車ではあるんで、まあ、オーナーさんもね、なんか気に入ってるんで、まあ、乗ってるみたいな。まあ、結構あるあるですけど、ほら、欲しい車がないから乗り続けるっていう人も多いですし、ね。まあ、この車もね、だからそういった感じでね、まあ、大事に乗られてるっていうとこ。ね、ですんで、もうよっぽどミッションまで乗せ替えなきゃってなったら多分買い替えるっぽいんですけどね。まあ前にね、エクストレイルかな、それがなんか CVT のね、方を開けたらね、オイルパンですね、開けたら破片がバラバラって落ちてきたのありましたけど、あの車とかね、どうなったんでしょうね。その後、ね、まだ走ってるのかっていうのは気になりますね。で、新油入れてエンジンかけてね、フラッシングタイムを置いてから圧縮交換1回目、8リッターですね、こちらの方をやっていきます。過去にね、まあ今までやってきた中でもね、かなりの台数やってきましたけど、部品がばらけた出たっていうかね、破片が出たっていうのは2台だけですね。エクストレイルと、あと、ベルファイアですね。20ベルファイア。20ベルファイアの人も開けたらね、破片っていうか、20ベルファイアの方は多分ベルトの破片ですね。で、エクストレイルは多分ギアの破片が出てきたみたいなイメージですね。まあ、そういった感じなんですけどね、ベルファイアの方の方はまだね、普通に乗られてます。一応乗り方としてはできるだけ人を満車にしないとかね、負荷のかかるところでね、アクセル踏み込まないとかっていう風にはしてくださいって言ってるんですけどね。まあ20ベルファイア前期とかの 2.4 リッターとか、あとその辺のエスティマとかノア僕のね、70の前期とかは同じミッションが乗ってると思うんですけど、あの辺なんかベルト切れトラブル多いですもんね。ですんで、まあできるだけね、フルードをフレッシュな状態でできるだけね、幕切れしないようにっていうか、まあしてやるといいんじゃないかなと思います。で、圧縮交換1回目が終わって2回目ですね。まあだいぶ綺麗になってきてるんじゃないかなと思うんで、これが終わったらね、またその後フラッシングタイムを置いて汚れが浮かなければね、ハイスペックフルードで締めていくっていう流れになります。まあ、ですんで、ほんと皆さんね、車の調子が悪くなったりとかそういったので来られるとね、まあね、藁にもすがる状態になる前にね、来ていただけるといいですね。実際に調子が悪くなって施工して治った人もいますけどね、治ってない人もいると。だからもうフルードが劣化して、それ以外のところが多分もう消耗していって、そこは壊れるとかっていうのもあると思うんですよね。だから過去にもね、いろんな車がいっぱい来ましたからね、やっぱりこうね、変速ショックが激しかったりとかね、変速がうまくならなかったりとか、もうね、正直その辺までなっとくとっていう話になりますよね。まあ中には改善した車もあるんですけど、まあそうでない車っていうのもたくさんあります。だからまあ延命でみたいな感じでね、来る人も結構多かったですね。まあ今とりあえず長く、まあちょっとでも乗れればみたいな、もう最終的にこれで少しでも延命して、まあ壊れたら買い替えますっていう人も結構来ましたけどね。まあ本当そうなる前にね、定期的に交換をするっていうのは大事じゃないかなと思います。やっぱりね、こう例えば ATF とか CVTF とかっていうのも交換しなくていいっていうね、もうだいぶ今どうなんですかね、それも言わなくなってきたのかわかんないですけど、今回の車に関して言ってもそうですけど、劣化指数のリセットがあって、劣化数字が何本になったら変えてくれみたいなね、があるんだったら、じゃそもそも無交換じゃないじゃないかっていう話でもあるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあそういったのもあるんでね、やっぱりこうね、CVT フルード ATF、まあよくやってるエアコンとかもそうです。エアコンコンプレッサーオイルも交換しましょうみたいなね。まあそういった感じだと思いますので、まあ皆さんもね、しっかりとメンテナンスをすると。
で、こちら SOD1 ですね。これがね、金属摩耗を抑えるのと、まあね、フルードの性能を上げるっていうの、そして汚れを取る。ね、あと、ゴム類ですね。そちらのね、復活をするっていうのもありますね。ゴムがね、硬くなると、まあ、それが原因で、まあ、油圧のかかり方がちょっと悪くなったりとかして、変速ショックが起こったりとかっていうのもね、場合によってはあるんで、まあ、ゴム類の復活をさせるっていうのも効果的ですね。で、こちらね、0.7 リッター新油を入れて、そして油量調整。で、これ油量調整したらね、まだ少なかったんで、さらにね、継ぎ足してます。で、それでね、まあ、作業の方は完了ですね、うん。で、こちらの方を入れていって、最後にね、この後、フルードの劣化指数のリセットですね。そちらの方を押して完了。まあ、以上でね、作業の方は終了です。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのね、ティーダの CVT フルードの交換でした。で、ミャーミャー音がすると。で、入庫して、まあね、実際何なのか、まあ開けてみてね、部品の破片とか出なければいいですけどねって言って、開けてみたら、まあ出なかったんで、そこは良かったです。で、まあ一応オーナーさんの要望通りね、だってそれが出なかったら、まあ普通にね、フルード交換して、最後に、まあ NC65 みたいなね、そういったのを入れるっていうところで要望を受けてたんでやりました。で、この車なんですけど、ストレーナーがね、部品番号が出ないんですよね。まあでもね、用意することはできるんで、用意して取り替えをしました。で、あと、本体の中に一緒にカートリッジフィルターですね、そちらの方も部品としてありますので、そちらの方も交換をすると。で、最終的に終わって、油量調整して、もう油量調整してエンジンかけてちょっと転がしただけでもやっぱりミヤミヤ音がするっていうところで治ってはないっていうところですね。で、まあ原因が CVT なのかどうなのかっていうところです。で、試運転してまあミヤミヤ音がね、走っていくとミヤーって上がっていくんですよ、音が。で、まあ速度と回転数とね、比例してどんどん上がっていくと。で、ニュートラルにガコッチ走行中に落とすと、ミャーミャー音はね、まあ、静かにはなると、まあ、少し音はしてるっぽいんですけど、明らかにその回転数に比例して上がってるかなっていう感じですね。だからまあそのどこの部分に関係するのかね、車速ではなく回転数かなっていう感じがしますね。ですんでちょっと限られた時間だとね、見れなかったですね。で、本人はオーナーさんはですね、フルード交換とかも多分された車じゃないんじゃないかなっていう風に言ってたんですけど、実際抜いてみたらね、じゃあめっちゃ汚れてるかっていうとそんなことはなかったです。で、交換歴があるのかなと。で、最終的に全部終わって診断機で見て劣化指数を見たら、おそらくリセットしてるんじゃないかなって思うんで、あんまり数字も高くなかったんで、まあ、その辺もあったんじゃないかなと思いますんで、まあね、フルードのみで治ればっていう、そんなね、都合よく行くこともあるんですけど、行かないパターンもあるみたいな感じですね。一応フルードの色ですけど、まあこんな感じですね。最初と最後ですね。汚れてはいるけど透けてもいるみたいな感じなんで、まあいつね、交換したのかっていうのが分かんないですけどね。まあですんで、オーナーさんがあとはもうこれどうするかですね。だから CVT 乗せ替えるってなると、多分車買うんじゃないかなって思うんで、まあね、それだったら、まあ例えば壊れるまでとか、もっとなんかミャーミャー言う音が大きくなるとかっていうところで考えていくのかもしれないですね。だからね、まあ近所の人だったらね、もうちょっとこうね、こう探っていくこともしやすいのかなと思うんですけど、限られた時間の中でね、やっていくってなるとっていうとこ。だから、なんかディーラーさんかな、わかんないです。工場さんかわかんないですけど、行ったらもう乗せ替えた方がいいんじゃないかいっていうようなね、感じのことも言われたっていう話らしいんで、まあ乗せ替えるんだったら買い替えるかなっていう話にもなるのかもなっていうところですけどね。だから今回はね、とりあえずフルード交換をして、まあだからフルード交換も過去にされてたっていうことを考えれば、まあそこまでね、まあ、やってもね、ダメってことはやっぱり原因が他のところにあるのかなというふうには思います。まああとはね、しばらく乗ってみて、まあ普通にね、乗った感じはね、音以外を除けば至って普通です。なんかおかしいかって、何もおかしくないんですよね、全然。ですので、まあそのまま乗ってもらってもね、まあね、どうなるか分かんないですけど、まあ様子見てもらうのもいいんじゃないのかなっていうふうにはね、思いますね。それではね、今回はこちらのティーダのフルード交換でした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。